5人で始まりまりしたそれから道場が場所が1回変わって今この道場になってこの道場も2回増築をしましてね今は約16名ここで稽古をしています。一生懸命をを刀を振って 体を鍛えて。まあ、その体を鍛えることと同時に、女性にしてはこう体がきれいに見えると、そういう風うないいことがあります。今だいたい。そちらの方が50年ぐらい。やってます。からこちらが4年。それから真ん中の人が約,約5年ほどにやってますね。私たちが習ってる居合は？ 無相直伝、永神獣と言います。でこの流派は今、二十二代だな。二十二代の宗家が今、大阪にいらっしゃいますが、まあ、それにはいろいろ事情があるんですけれども、二十二代の教えに従って、この道場は傾向しています。林崎仁介という人の居合が始祖になるわけ。 そこが始まりでその仁助から今まで続いた中にその仁助の林崎流というのがずっとあるわけではなくてその中7代目で長谷川栄心流という流派に改建されます。でも系統としては何代目というのはそれに組み込んでいくわけですけどねまあそういうようなもので昔の古流を我々は習っている。古い ものの、その、習う良さっていうのは、刀があります。紐が一本あります。で、その紐が、これ、下げおうと言うんですけれども、下げおの十徳と言うてね、徳があるんです。荷物を縛るときに使います。馬の手綱になります。それから、血止めになったり。ちょっと面白いのは、ここに房があります。 でまあ水が喉が渇いたりそういうふうな時にそういうものを梅干しの汁につけていくるそういうようなことがあったりしてねすごく楽しいその話があるんですよねこの一本のやつだから今60年がちょっと過ぎたぐらいかな62年ぐらいになるかな長いですこれ簡単,な簡単に言うと5人で居合を習おうとしたんです その中で、結局最後まで残ったのが私で。で <laughs>、まあ、上に先生もいたんですけれども、その先生で惚れ込みましてね。で、その先生に一生懸命後をついていきました。非常にあの、穏やかな、あの、武道家とはとても重えん人だったんですけれども、本当にこう、ついていく、いい人だったんですよ。よく、 柿のなる日時あたりは、先生の家に行って柿食べながらぶどうの話を聞かせてもらったりね非常に楽しい思い出があります、まあ、外国人の方に是非私はあの日本の,このいい文化なんですよねそういうようなものはあの一生懸命習ってほしいし外国人の方に。 いっぱいいいいい見てもらいたいそういう思いありまもともとはあの昔のことが好きで古いものとか歴史が好きでそれで今の時代じゃなくって昔の時代に生まれたかったってずっと思ってて昔の人にはずっと憧れてるだけだったけどでも昔の人がやってた武道は今も。 こうやってて引き継いでされてるから、それをやったらその考え方とかあのその気持ちの強さとかを学びたくて古武道って言ってもいろんな流派とかいろんな道具使ってやるから調べて入門しました。 入った時は女性は一人だったしまあ今も新しい人が入ったけどやっぱり気持ちやりたいっていう気持ちとかあとちょっとでも興味があるっていう気持ちが大事だと思うのでう女の人にもぜひやってもらいたいこの間一人あの見学に来てた人があの入門したからすすごいい嬉しいですえっと今だいたい4年ぐらいですね。 山本先生と日本酒を飲む会で会ってお酒を飲んでいる時に先生が居合をしてると奥さんはずっと剣道をやってて先に僕が居合を始めようっていうので入門をしましたやっぱりね面白いんですよあの自分の体が鍛えられる体だけじゃなくてその敵と向かってどうするかっていうところで心の方も鍛えられるとてもあの個人的には勉強することだらけで うん、毎回あの道場に来るのが楽しいですそうですすそうねなるべくあの多くの人に知ってほしいですねあの正しい体の使い方正しい心の持ち方っていう両方とも鍛えられますしあとあの剣道と違って人と叩き合う実際に切り合うわけじゃないですから僕はこれからあと40年50年ずっと続けていこうかと思ってます、ね